クシング女子66キロ級2回戦が行われ、今ねケリフアルジェリアがアンジェラ・カリにイタリアに勝利した。開始46秒でカリニが棄権。ケリフは昨年の世界選手権で性別適格性検査に不合格となり、出場権を剥奪された過去がある。激怒していたカリニはあれほど強いパンチを受けたことは今までなかったと語っている。序盤からケリフの強打を浴びたカリニは、棄権を選択。納得いかない様子で怒りの声も上げていた。ケリフの勝利が場内にコールされると、カリニは膝をキャンバスにつけて号泣。握手などは交わさずリングを降りた。栄光級してレグラフは試合後、あれほど強いパンチを受けたことは今までなかったと話すカリニのコメントを紹介。鼻を骨折した可能性もあると伝えた。カリニは私は諦めなかった。でも、いくつのパンチが痛すぎて、もうたくさんだと言ったの。私は胸を張っていくわとコメント。エマニュエル・レンティーニコーチは、試合前からイタリアの多くの人がお願いだから戦わないで。相手は男だ。あなたにとって危険だと止めようとしたが、カリニは戦うことを選んだと明かした。なおバッハは問題ないというスタンス。黒人が早すぎるから棄権しますみたいな言い訳だな。でも東京じゃ普通に負けてんだよな。そんなに圧倒的に違うのかは決勝まで見ないとわからんな。女性の権利が侵害されてるのにいつもの団体は静かすぎないか？だって女の子だもんとか急に言われてもな。男だろうが女だろうがぶち殺すくらいの気でいかんと。これが認められるなら、発展途上国の親は生まれた子供のチンチン切り取って女性として育てたらオリンピックで金メダル取れて一発逆転できるやんけ。このおっさん東京も出てたのかよ。トランスジェンダー差別するなら女子スポーツは廃止でよい。弱いがこのくせに栄誉と金は男と同格に欲しいとか虫がいいんだよ。想像以上に男だった。こういうのが続くならボコボコにされて殴られ損だから女性選手全員ボイコットすればいい。違う世界基準の大会を催せばよい。オリンピックこそ世界最高峰の大会とか認識はそろそろ改める時じゃないかな。現代の剣道師匠みたいな感じ。側だけ女っぽくしても骨組みは男。女子が全員棄権しても LG なんちゃらどもは喜んでホモだけの大会を女子だっつってやるんだろうな。ほんとクソ世界だわ。性文化疾患について触れてない記事多かったしね。なんかトランス扱いになってた。